状況ですね、はい、もう大阪よりも前に来ました。まあ、先週は菊池恵梨香には敗れましたが2位で賞金2001年生まれの19歳、現在ドライビングディスタンスは1位です。260ヤード超えをマークしています。トップ10以内が4回あります。賞金ランク20位。爆発力のある選手です。最後は師匠はジャンボ尾崎さん。そうですね。最後は、そして最後は2001年生まれ笹生優花と同世代、そして同門ジャンボゴルフアカデミーの1期生です。この選手のテイクバックの指導のお腹の使い方ですね、はい、その使い方にぜひご注目ください。になりましたね。もうバンカーで良かったですね、はい、最後もトータルドライビングは2位です。ジャンボゴルフアカデミー1期生ジャンボ尾崎さんがセゴドンと直々に命名されました、ね、女子ツアーでのドライバーの上手な1、2を見れるわけですね、はい、じっくりと見てみましょう。そうですね。そうですね。今シーズン初戦のダイキンオーキッドレディース、今年最初ですね。そこで優勝争いを繰り広げました。短く持ってね、そうですね、自分の胸の前を通るのを確認して、ルーキー、そうですね、最高選手、最高選手、日本アマーのチャンピオン西郷真央、プロテストに合格したルーキー、昨年日本女子アマで逆転優勝を挙げまして、そして高校生で18歳でプロテストに合格をしました。師匠はジャンボ尾崎さん、かなりしっかりしたスイングをしますよね、この西郷さんは。また体もね、しっかりしてますよね、はい、トップでこう若干レイドオフ気味に収めてますけどね。